2023年1月21日にウクライナ軍参謀本部が明らかにしたところによると、東部戦線のドネツク州と南部戦線のザポリージャ州において、ロシア軍が航空機の空爆を交えながらの攻勢が強まっているというよ。参謀本部では、東部戦線ではバフムートへの攻撃が強まったことに加えて、ドネツク州アウディーカに侵攻しようとした部隊をウクライナ軍が撃退した他に、北東部でロシアと国境を接するハルキウ州とスーミ州ではロシア領内からと見られる砲撃があったことを公表したな。そして、東部ルハンシク州でもロシア領内から、バフムートへの補給路にある要衝のクレミンナ周辺での戦闘が激化していることが報告されているとして、東部戦線全体にロシア軍が活発になっているとしているぜ。ロシアもいつまでも押されっぱなしじゃないってことだね。ウクライナが優勢に見えても、相手はロシアだからね。気は抜けないと思うよ。そうだね。さて今回はロシア軍がウクライナの東部戦線と南部戦線で攻勢に出ていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。南部ヘルソン州ではロシア軍の占領下にある地域においてロシア側の行政当局による住民登録が進められていて、住民に対しては電力を節減するための対策との名目で協力しない場合は、電気の供給を止めると脅しながら強制的に登録させた上で、データベースの構築を進めているとしたよ。同じく21日にはロシア国防省がウクライナにおける戦況を発表し、ザポリージャ州オリヒウ近郊の集落を数カ所制圧した上に、ウクライナ軍の戦闘車両や榴弾砲及び、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースなどを破壊し、ウクライナ軍に多数の死傷者が出たとして戦況が有利に進んでいることを公表したけど、ウクライナ側ではロシアの主張は誇張だと反論した上で、ザポリージャ州の25カ所以上の集落にロシア軍からの砲撃があったとしているね。さらに同日、イギリス国防省ではザポリージャ州においては、ロシア軍とウクライナ軍双方が大規模な部隊を編成して砲撃戦や小競り合いを繰り返しているものの、大規模な攻勢は回避されているとの分析を示していることから、ロシア国防省の発表は誇張されている可能性があるとの指摘があるみたい。ドネツク州で半年以上もの間激戦が展開されているバフムートの北東約 10km にあって岩塩港で有名なソレダルでは、先週時点で民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊を中心としたロシア軍が大損害をかぶったとされながらも、制圧したとロシア側が主張していたけど、ウクライナ側はソレダルでは戦闘が継続しているとして制圧されたことを認めていなかったんだ。しかし、ウクライナ軍は先日ソレダルからウクライナ軍が撤退したことを認め、ロシア軍ではここ数ヶ月劣勢の情報しかなかったものが久しぶりの勝利として大々的に喧伝しているんだけど、ウクライナ軍では、ソレダルからの撤退はあらかじめ計画されている反攻に備えるための戦術的なものであるとして、ロシア軍に敗退したものではなく統制が取れた行動による動きであるとしているよ。ロシアは何でも誇張したがるみたいだね。まあ隠したと思っていたウクライナに押されているという事実を国民に知られたくないんだろうけど。ただ、戦況が厳しいことはウクライナ軍も認めており、ロシア軍は傭兵と囚人を招集して増強しているワグネル戦闘部隊を中心に、北側と南西側からバフムートを包囲しようとする動きを懸命に阻止していると見られているが、現地のウクライナ軍から聞こえてくる情報によれば、兵士たちは寒さの中で疲れているが士気は高いというぜ。昨年9月から始まったウクライナ軍の反転攻勢では、短期間で東部戦線ではハルキウ州のほぼ全土を奪還して、さらにドンバス地方のドネツク州とルハンシク州でもロシア軍に対して優勢に戦闘を展開したほか、南部戦線ではヘルソン州においてドニプロ川の西岸地域を奪還して州都ヘルソン市の奪還にも成功するなどして、2月24日にロシアの侵略が始まってからそれまでに占領されていた地域の約4割を奪還する快進撃を見せていたんだけど、11月頃の悪天候によって地面がぬかるみ戦車などの移動が困難になると、ロシア軍が守りを固めたことも合わせてほとんどの戦線において膠着状態となっていたよね。
ロシア正規軍では侵略開始時点からウクライナ侵略に疑問を感じる兵士が多かったために、戦意に乏しく士気の低さが問題となっていたけど、ウクライナ軍の反転攻勢によってそのことが顕著に現れて、戦車などの装備を放り出して退却する脆弱ぶりに西側諸国が嘲笑するほどであったんだけど、膠着状態となっていた間にかなり立て直されたと見られ、もともと戦意が高いワグネルやウクライナからの独立を目指す新ロシア派武装兵力が建国を宣言した、ドネツク人民共和国とルガンスク・ルハンシク人民共和国の部隊と共にバフムートなどで攻勢を強めているみたい。またウクライナを支援するアメリカ政府は、ウクライナへ地対空ミサイル防空システムパトリオットや歩兵戦闘車 M2 ブラッドレイなど、新たに各種の兵器を供与するにあたり、それを運用するための訓練を終えて配備されるまでの間、ロシア軍に対して大規模反攻を仕掛けるのを待つようにと助言しているとされているぜ。2023年が明けてからアメリカとはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟各国は、ウクライナに新たな各種兵器を提供することを発表しているんだけど、これらの兵器をウクライナ軍兵士が運用できるようになるには相応の訓練が必要であり、そのための時間が必要とされているよ。ウクライナ軍が現状でさらに非占領地を奪還しようとすれば、昨年の部分的動員発令から兵員の増強を進めているロシア軍に対して、総力を挙げて挑まなくてはならないってわけだね。しかしながら、人口でロシアに対して大きく劣るウクライナは兵力では旗色が悪く、それだけに西側諸国の新兵器を運用するとのアドバンテージが必要なため、供与された兵器を運用可能な状態となって最前線の部隊に、配備するまでロシア軍に対して攻勢をかけるのは万一を考えれば危険な一面があるな。そのことを懸念するアメリカ側は、これまでウクライナが防衛に注力してきたドネツク州の要衝バフムートにおいては、現状から判断して最終的にはロシア軍に制圧される可能性が高いと分析しており、ウクライナ側に対し、ロシア軍へ積極的に攻撃を続けて消耗戦になることを避けるように助言しているというぜ。バフムートの攻防戦ではロシア軍のみならずウクライナ軍も消耗が激しいとされ、アメリカ側ではこのままバフムート防衛に固執した場合、ウクライナ軍が春に計画している南部のザポリージャ州やヘルソン州での大規模反攻作戦計画に支障が出ると指摘しているみたい。そしてアメリカ側は、バフムートで長期戦になればなるほどウクライナ軍の消耗が激しくなり、兵力と兵器の数で大きく上回るロシアが有利になるとして、もしバフムートがロシア軍に制圧されたとしても、ウクライナ軍はその後方に後退して防衛線を固めておけば、ロシア軍の現状を見る限りではそれ以上攻勢を続けることは難しいと見られるため戦況の体制に影響はないとの見方を示しているよ。このことをメディアに伝えたアメリカ政府高官は、大規模反攻で使用される歩兵戦闘車や装甲車に対空ミサイルなどの兵器は、ウクライナに続々に到着しており運用のための訓練が開始されるが、ウクライナ軍兵士がそれを習得するには時間が必要であるため、この際ウクライナは現実的に考えてバフムートを捨てて、より戦略的なメリットを得ることを検討しなければならないと主張していて、ウクライナ軍にはバフムート防衛と大規模反攻を同時に実現する余力はないと述べているね。その裏でアメリカ中央情報局 CIA のバーンズ長官がウクライナを最近極秘に訪れ、ゼレンスキー同国大統領との会談を行い、ロシアが春の雪解けとともに仕掛ける可能性があると見られている軍事作戦について、アメリカ側の予測を説明していたことが22日までに分かったことをアメリカの CNN が報じたよ。バーンズ長官は外交官としての経歴を持ち、ウクライナ側の信頼が厚いとさていて、これまでにも頻繁に首都キーウを訪問してゼレンスキー大統領や政府要人、情報機関責任者らとの会談を実施しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。